イスラエルガザの兄弟コント。おーい、まぬけな弟。元気か寝とんか入るぞ。はーい、ポンコツ兄ちゃん。元気よ。寝とった。入って。お、結構元気そうやな。なんや体操困っとるらしいやん。とした。まあね、あれこれあってな。なんちゅうか。 入れ替え時や、あるやん、そういうの、たまに。そうな、誰にでも時々あるある。俺もちょっと前、そんなんあったわ。ほう、空気分やな。いっちょん気つかんと悪いことしたな。ごめんごめん。ええで、なんとなく大丈夫になったし、それなりに慣れとるからな。さすが、ポンコツ兄ちゃんなだけあるわ。俺もそんな風にうまいことやろっと。そうね。 そんくらいが一番や気張ってもええことないしなんとかなるコンコンロックの音誰やろはーいあいとるよどうぞいや兄ちゃんが久しぶりやな魚釣りしやるあまさかあん時のえ何年ぶりや生きとったんお嘘うそやろあのおっちゃんてっきりなくなったもんと思っとった おいおい、勝手に死ね死ねや。この通り、ピンピンしとるわい。ほりほり。マジか。むしろムキムキのバキバキに納豆やん。もうおじいちゃんやろう。信じられんな。何がどうなって、そんな風に変わるんや。行かれてんな。少年のようにいこりが、わしもよやわからんのやけども、こんなんできました。ちょ、ちょ、まあまあ座り座り。お茶でええか。 酒のがいいかつまみならなんとなくあるし再会の乾杯でもしようかせっかくやからなあいやなじゃまずは乾杯やほんでお互いの笑い話でもしようかよっしゃこりゃ明日の朝まで祭りやええー、酒あるよどんと来い野菜に肉に魚チーズやらレーズンやらもあるよ店開けるなほんと 相変わらず生きのいい万博兄弟や。チーン、乾杯の音。さあ、最高。でおっちゃん、あの後どうなったん宇宙人。うん、わし食われたやろ。でしばらーく宇宙人の中で生きた。はあ、ということ。どうかしたんか。じゃ今のあんたは、あの宇宙人。ちゃうちゃう、わしわし。もっかい生まれたんよ。 宇宙人の中からなおっとえらい話になったなあの宇宙人が出産したんかしょしょでわしは新しいわしとしてこう元気に生きておるちゅうなどやそらムキムキのバキバキになったのもわかるような気するわすごでも宇宙人がなおらんようになっとった目が覚めたらどこ行ったかはあ 海落として死んでもうたんか、別んとこ行ったんか。元気かなうん。何にしろ元気でいてほしいな。俺助けられたからな。かなり。探しに行かんみんなでさ。どっかでのタレジン取るかもしれんし、心配や。お、それいいな。3人でならなんとか道借りしそうやし、行ってみる。行こう行こ。う。明日の昼に出発や。楽しみ 助けに行くぞ。ME25 年6月1日。イスラエルコメディシアター。コメディアン、イスラエルガザ。